元気してますか？マリサです。本日もチャーハンを作ります。今回は、食感が面白いチャーハンということで、ミミガーを使います。マリサ、納豆ご飯に入れたやつじゃない。そうじゃよ。今回はミミガーを 20g 使います。ちなみにご飯は 150g じゃよ。この割合が超大事じゃから。なんで大事なの？ミミガーがいい食感だから、チャーハンに入ってればいいんじゃないの？バカ言うでねえよ。ミミガーは、コリコリした食感じゃろ。じゃけえね。チャーハンの中にミミガーが入りすぎたら、コリコリしたのがたくさん入ってるだけのチャーハンになってしまうんじゃよ。それとは逆に、少なすぎると、食感が少し寂しいチャーハンになってしまうんじゃよ。そこで、ご飯に対してミミガーを、どれだけ入れるかが重要になってくるんじゃよ。ご飯 150g にミミガーを 20g 入れるのが、最も食感が良くなる割合なんじゃよ。だから、ただ適当に入れても良い食感にはならんけん、注意じゃよ。マリサもたまには考えるんだ。失敬だなチミは、自分、この割合を導き出すのに徹夜しました。嘘つくでねえよ。ところで、ミミガーの切り方は、あまり小さく切りすぎると、コリコリとした食感がなくなるので、画面ぐらいの大きさで切ってください。次は、焼いていくよ。油を小さじ1入れてから、生姜を 8g 入れて、弱火で炒めてるよ。生姜は焦げやすいから弱火で炒めるんじゃよ。マリサ、生姜のいい匂いがするね。チャーハンには生姜は欠かせないんじゃよ。本当に若干なんじゃが、ミミガーに獣臭さがあるので、臭み取りにもなるけんね。ここで、先ほど切ったミミガー投入。ところで、マリサ、なんでチャーハンにミミガーを入れようと思ったの？冷蔵庫にミミガーしかなかったから。ここで、TKG 状態のシーメ投入。シーメは 150g じゃけんね。くどいようじゃが、ここ重要じゃけんね。今日はこれだけ覚えて帰るよ。ところで、霊夢、チャーハン動画はたくさんアップしてるけど、シーメを炒めるシーンは編集で必ずカットしてるじゃん。なので、今回はノーカットにしようかなと思うんじゃけど、どう思う？いいんじゃないの？今まで、なんで編集でカットしてたの？セリフを入れるのが大変なんじゃよ。ご飯を炒めてるだけで約3分ぐらい話すんじゃよ。間が持たんよ。お姉さんも YouTuber の端くれなら、その無礼なことをやれねえでどうする？霊夢だったの？変な喋り方して。とにかくやってみなさい。はい、喜んで。でも、たまにはアシスト頼んだぜ。霊夢、少し言いにくいんじゃが、チャーハンの仕上げで醤油と酒を入れたところで、映像が切れるんじゃよ。どうして？iPhone をフライピンに近づけすぎて撮影したので、高熱で強制終了になってしまったんじゃよ。そこまででいいからやってみなさい。了解ざんす。シーメがいい感じでパラパラになってるよ。この生姜のスメルはなんだー。ところで、しゃもじについたシーメを、スプーンでフライピンに戻すところが、庶民的でいいんじゃないの。こんなシーンを料理番組で見たことあるかい？霊夢くん。ないけど、そうじゃろ。じゃけえね。料理番組はしゃもじについたシーメを捨ててるんちゃう。マリサ、料理番組はそういうシーンを編集でカットしてるんでしょ。危ない忘れるとこじゃった。味の素少々入ります。ごめん霊夢話を続けて。しゃもじは水に濡らしてから使えば、ご飯はしゃもじにつかないんじゃないの？その情報をどこから手に入れたの？すごく高額な金額を払って情報を買ったんじゃろ。おっと、ここでギーネ入るよ。マリサ、水で濡らしてから使うのは、昔からの知恵じゃないの。常識的な話だよ。そうですか。あっしも次回から、ズーミーで濡らしてからしゃもじを使うけんね。ギーネも入ったしもう少しで完成じゃよ。やっぱりフライピンを振ってると体調がいいんじゃよ。今日もいいフライピン振りしてるよ。そろそろ強制終了になるからね。ここで、醤油&酒を入れる穴を作るよ。はい投入。軽くフライピンを振って完成じゃよ。醤油の焦げるスメルも最高。いやあ、チャーハンって本当にいいもんですよね。今回のチャーハンはミミガーの食感がとても良く、生姜の香りがとても良く、
さっぱりしてとても美味しく作れました。よくそこまで褒めることができるよね。食感は確かに面白かったけど、味は普通のチャーハンだよ。バチ頑張ってレシピば考えて作ったんじゃから、少しぐらいは褒めてもよかじゃろ。ということで今週はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。近日中に会いましょう。